皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業にも応用できる50万円の商品が5秒で売れる理由と、1000万円の商品が見積もりなしで売れる理由とは、ということについてお話をしてみたいと思います。2つともですね、例えば秒速であったりとか、もう一つは見積もりなしで1000万なんだそれっていう、そういう内容になってると思うんですけれども、これは、私が体験している事実です。はい。なのでこの考え方っていうか、からくりですかね、そんなにものすごいもんじゃないんですけど、当たり前っちゃ当たり前の話なんですが、それが教室業にも応用できるよっていうことで、本質的な話を今日はお伝えしていきたいというふうに思っております。はい。ではまずね、最初に2つ今日ねトピックがあるんですけれども、両方とも共通点がありますので、そちらの、ね、エピソードとともに、お伝えしていきたいと思います。でまずですね、この前提になる部分のねお話、エピソードをねちょっとお話をしてみたいと思います。まず一つ目ですね、50万円の商品が5秒で売れる理由っていう、このお話なんですけれども、これ実はですね、先日私の、クライアントさんで、情熱ペインターということで、壁塗りとか、あとボード、写真の背景のボードの、ボードをですね、販売しているアンドソーの大浦幸子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼女は私のクライアントさんになって今年4年目なんですけれども、テーマが自動集客っていうのをですねテーマにして、彼女が3年ぐらいでおよそ自動集客が出来上がってできたので、じゃあその体験談を皆さんにお伝えしてもらおうという、YouTube ライブを先日2人で対談形式でやったんですよ。でその時に、ちょうどですね、今年の下半期、彼女が写真もものすごく上手になってきて、でウェブサイトを作る知識技能と、あと言葉を選ぶ知識技能もすごく上手になってきたので、教室の先生を助けてあげるっていうか、サポートするための、そういう丸ごとパックっていうのを彼女に昨年作ってもらって、それが好評だったんですね。でそれがだんだんこうクオリティアップしてきてるので、じゃあここでですね、私のコンサルティングとセットにしたコラボの企画をお作りしましょうということで、全部です、全てをやる、コンセプト設計も一緒に作るし、あとはそれに沿った写真も撮りに行ってあげるし、でそれも編集してウェブサイトにも作って、でその間のチェックと進行とか、作成コンセプト設計とか、そういうパッケージ全部込みで、2人で見ていきますっていうプロジェクトプランをね発表したんですよ。で一応定価が100万円なんですけど、限定3名で50万円っていう形で、ご興味ある方はどうぞということで、本当にもう番組の最後ですね、1分喋ってんのかな、それぐらいの感じです。こういうのがありますよってザーってお見せして、でその番組はね終わったんですけど、でその後ですね、番組の最中ぐらいのレベルぐらいでですね、もう予約が入ったんですよ。それに関して50万円ですよで、それから時間を置いて、その人翌日レベルで合計3名ぐらいの方からですね、申し込みが入って、で実はそのページを作ってる最中にも問い合わせがあった方に、そのページを見せて、それで実は予約がもう入っているっていうところから、スタートはもともとしてるんですけれども、でこれは一体どういうことなのかっていう話なんですね。もう見せてる時間ほぼないです。だからスクロールするレベルで見せてるので、 URL もその時点ではページの URL をお伝えしてないんですよ、視聴者の方に。がしかし、まだこれから伝えようっていうメールを書く段においてもすでに予約が入っている、お申し込みが入っている、この現象をどう考えるかっていう話なんですね。高額商品です。50万円ってポンって出せないですよね、普通はね。
で、じゃあなんで売れるんですかっていう話なんですけど、もうこれはひとえにもう信頼残高がそのまんまお金に変わったっていうだけの話になります。信頼構築ができてる人で、この人からこのサービスなら買いたいっていう状態の人がそこにいたから、それで買っていただいたっていう、まあ、そういうことなんですよね。ですから、じゃあどういう信頼状態を作れてたかっていうと、そのライブっていうのは私のメルマガ会員さん、あとオーラ幸子さんのメルマガ会員さんというか、まあインスタグラムとか、まあそういう、要は普段から発信をしていて見ている人たち、私も普段から発信をして見ている人たち、まあそれぞれにこうね、投げた人数は違うかもしれないですけど、おそらく3000、3000だったとして6000ぐらいでしょうか。でライブに聞きに来てる人が見えてるだけで60人とか50人とかレベルになったんですけど、その後当日は見れないからっていうことでメールをね流して見た方が100人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。そんな感じのレベルの、内容において、その制約率っていうのは多分すごいと思うんですよ、一般的に考えた時に。じゃあそれがなぜ実現できるかっていうと、私を信じてくれている、オーラ幸子さんを信じている、仕事ぶりを信じている、人柄を信じている。だから即答即決断が多分できたんだと思います。まあ残席が実際になくなれば当然受付はできなくなりますから、私たちも2人の日程合わせてプロジェクトを組むっていうのはなかなかに大変で、私の普段レギュラーで見てるクライアントさんが普通に50人とかいて、皆さんそれでコンサルをやりながらやってるわけなので、日々のね月例のコンサルとかやってる。で他にも私イベントとかいろいろいっぱいやってたり、次の来期に向かっての新規事業3つぐらい立ち上げて今動かしてる最中の中でそのプロジェクトなんで、まあ、3枠がもう精一杯な感じだったんですよね。で、まあ、それをだから決断をして商品を購入してくださった、サービスを購入をしたっていう、この事実をどう考えるかっていうことなんですね。でこれは決して私の自慢をしているわけでもないし、オーラ幸子さんがすごいでしょうって、まあ実際すごいんですけど、すごいでしょうっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。ポイントは信頼されたかされてないかっていうことなんです。人は信頼した人から出ないと商品を買わないです。それが安くても高くても、まあ安い方は最悪失敗しちゃってもいいなっていう思いで買えば多分買えます。でもやはり5万円あたり過ぎたくらいからはかなりしんどい。しかも50万円となると衝動買いできる値段じゃないんですね。でもほぼ衝動買いに近いぐらいの時間で予約が埋まってってます。これは一体どういうことなのかっていう話ですね。それは長年培っている信頼関係、例えば私はメルマガをやってもう8年近くになりますし、多分幸子さんも3年ぐらいにはなってるんでしょうか。それぐらいの間にツイッター読者さん、ないしは最近ついたとしても今まさにその商品が必要だというふうに感じたタイプの方からのおそらくお申し込み。ただ2人がどういう人間で、でこの人たちから買ったら裏切らない、要は失敗しないだろうという確信が得れたから即申し込みボタンが押せてるはずなんですよね。だからそれにもちろん足りうるだけの情報はページの中に出しています。だけれどもそのライブの中でご紹介したのはザーッと見せただけなんですよ、概要を口で言って。本当にそれは1分2分レベルの話です。だけれども、まあその後すぐに入るっていうのは、その前の段階の、まあ、2人のやり取りとか、どういうふうに頑張ってきてってやってきたかっていう、まあ、その3年間の軌跡を話したっていうのも大きな要因だったかもしれません。要は誠実である人柄と、頑張る、ちゃんと真摯に受け止めて頑張る人柄っていうのはおそらく伝わったからなんだろうなというふうには思ってますけれども、商品自体は
まあ、自分で言うのも何なんですけど、唯一無二のいい商品だと思っています。なぜならば、私が教室業をやっていた時に、私自身もホームページは作ってるんですけど、自分でこうコーディングの表とか見ながらこう本のそれを打ち込んでっていう、まあ、アメブロのカスタマイズからまずスタートしたんですけど、その後もいろいろこうね、ホームページビルダーとかやってみたりとか、まあ格闘の歴史がありますよ。すごく大変で、でウェブデザインとあとウェブコーディングですね、そういう学校とかも行って、でそれをやってみてとか、まあ、とにかくウェブサイトはいっぱい作ってきました。で、手法が大体分かってきた頃に、時間がなくなってきて、売り上げも上がって忙しくなって時間もなくなってきた時に、初めてホームページ制作の人に30万とか50万とか払ってですね、お願いをした経験があるんですね。それはそこまでですからね。コンサルとか入ってこないですよ。こっちが依頼したことをやってくれる。だからこっちが文章も用意するし、こちらが写真も用意する。で、それを組み立ててってくれるって、そこまでですよ。っていうのが、まあ、ホームページ制作っていうことなんですね。だとすると、やっぱりその、まあ、いわゆる子羊と私は呼んでいる教室の先生とかは、そもそもそれが作れない、売れるコンセプトが作れない。私は他にコンサルの先生がいて、毎月月例でお問い合わせをしながら、そういういわゆるマーケティングって言われるものをかじっている状態で作っているんですよね。だから普通はそれやってないと分かんないんですよ。なので、いきなり業者さんに頼むと、やってくれるとかもちろんやってくれますよ。コンサル型で入ってるような業者さん、まあ、普通100万とかしますけどね、コンサルティングみたいなのが入ってきちゃうと。で、それをフレームで、まあ、先生がね、いいように言ったようには作ってくれるんだけれども、先生自体が自分の教室の魅力を掘り下げるとか、先生自体が自分自身の、お客様をきちんと理解してウェブサイトを作らない限りは、人が来ないウェブサイトは普通に出来上がってしまうんですね。ですから、そういうものを自分がなかった、私の時になかったサービスで、かつ今私一人だけだと手が足りないので。私はアドバイスと戦略の面を組む、で実務の面を組んでくださる私のクライアントさんと合致したことによって、初めてできた商品になるんですよね。で、これが私のクライアントさんであるっていうところもポイントなんです。なぜならば、思想の方向性が一緒で、それでうまくいってる体験談を持ってるから、私がどういう考え方を持ってその設計をするかを分かってデザインしてくれる人っていうところが非常に大きなポイントです。これが私が違う、ホームページ業者さんと組むっていうことももちろんできるんですけど、思想をまず合致させないといけないので、それは長年の信頼関係っていうのが必要になってくるので、何人かご紹介できる人はいるんです。いるんだけれども、その一緒にこうクライアントさんとしてやってきてる方でなく、その人はその人の文化で、ご自身の独立した仕事を築いてきてるから、その意見の相違が出ちゃう時あるんですよね、プロジェクトを組む時に。その時に説得をするっていう手間が必要になってくるので。それがなくて、一つの意思に統一された状態でブランドが整っていくっていう、そういう商品っていうのが、その会社側の人間としてのコンサルタントがその中にいるんじゃなくて、2つと同時契約をしてるみたいな雰囲気です。一応中にいてるような雰囲気に見えてますけどね。なぜならば、コンサルっていう私の立場の方が強いからです。私の立場は売ることです。サービスを世に広めて、その商品がちゃんと欲しい人に届くこと、イコール売るっていうことになります。売り上げが上がる。なので、その観点からアドバイス。だから、どんなにこのデザインの人が頑張って努力をしたとしても、私が売れないと判断したものは売れないことになるので、それはデザイン変えてくださいということを言うんです。で、これが本当のいわゆる普通のこうお仕事ね、独立して組んでる方だったりすると、言いにくかったりとかですね、相手は相手の主義主張っていうのがあるので、言ってくるのをこう調整しないといけないんだけれども、私が言い切ることができる理由っていうのは、売り上げをそれで上げるっていうことに対してコミットメントを私がするからです。デザイナーは
もちろんコミットメントはしてくれるけれども、本当に売り上げ上げるところまで並走して面倒は見ないです。通常デザイナーはデザインするのが仕事ですから。だから役割が違うということになります。そうするとその2人を上手にコントロールするのが本来はクライアントというか依頼主である教室の先生なんですよね。これものすごい高度なスキルが必要になるんです。私があちこちに自分がマーケティングを知った状態でホームページ業者さん、デザインの人、写真とかって自分も撮ったりとかしてましたけど、それをトータルで全部をハンドリングして、お金の責任も全部自分で持ってみたいな形でやってるの、えらいしんどかったんで、ディレクター欲しいなっていうふうにね、信頼できて、ちゃんといい方向に導いてくれるディレクター欲しいなっていうのを考えたことがあります。で、大概ウェブ制作会社の担当者っていうのは男性が多いです。まあ、女性が稀に見るところはありますけどね。で、デザインは女性が入ってきます。で、ボスが大体男性のそちらです。ってことは、女性の観点とか考え方をどこまで理解してそれを取り入れてくれるかっていうことも、まあ、その会社の特徴になるので、それを一発で上手に引き当てるっていうのはウェブサイト見てるだけでは多分わからないです。はい。で、しかも教室業に特化した専門のページ作りの知識とノウハウとデザインができるとなると、もうこれはほぼほぼ今回のプランだけじゃないかなぐらいに思っているようなプランでした。だから売れるっていうことになるんですけどね。ただし、とはいえです、それなりに高額です。だから即断即決は通常できない商品なんです。で、私たちも紹介はするけれども、後でメールで皆さんきっとゆっくり見るかなぐらいな感覚でご紹介しています。だから URL も教えてないんですけれども、でもざーっと内容を説明しただけで、あ、いいなってピンときた人がババッと申し込みが入ってるんですね。これは2人を信じてるからです。はい。で、その価値が通常のいわゆる業者さんとかそういうサービスと比べて安いと感じたから即断即決できてるはずです。はい。なので、高額の商品が瞬時に売れる理由っていうのは、それまでの信頼関係蓄積ですね。それが、ブログなのか YouTube なのか何なのかっていうのは分からないですけど、すでに知っている認知している間柄で、で、まあ、ライブだとおそらく人柄が分かったんだと思います。それで決めたっていうのがストーリーなので、ライブで決まったわけじゃないっていうことですね。はい。ここを勘違いしないでくださいね。皆さんが高額の商品を販売するっていうことをしたい場合において、そもそも誰を集めるのかっていうのがまず第一弾で必要になってくる。で、その誰っていうのが長年培ってきている信頼関係がある人じゃないとダメっていうことは、何をやらなくてはいけないかっていうのが分かると思うんですけど、それは普段からのお付き合いがある人をどれだけ増やせるか、ファンを増やすっていうことになります。 LINE でもいいです、メルマガでもいいです。ただメルマガの方がより思想が長文書けるので、思想が伝わりやすいので、信じてもらえる確率度合いは高くなっていきます。はい。なので、いや2つ大変ですよっていう人は、まあ LINE 頑張ってください。LINE のいい利点はメルマガより到達率が高いということです。メルマガは迷惑メールに入ったりとか、いろんなトラブルがあります。それよりは LINE の方が出せば到達する確率はものすごく高いので、併用が一番いいんですけど、可能だったら併用でやっていただく、ダメな場合でも長文書けないよっていう方は LINE で構わないんですが、理解してもらって信頼してもらうのに非常に向いているツールはメルマガの方になります。はい。なので、これは別に高額だからっていうことじゃなくてもですよ。普通のレッスンでもいいです。単発レッスン、コースレッスン販売するっていう時には、普段から馴染んでる人、普段からあなたの発信と動向を見続けてる人ならすぐに買えます。内容が良ければ、その人たちが喜ぶように作ってあればです。で、今回は教室の先生を主に集めています。私の方でもともとメルマガの読者さんがね。で、教師の先生が何に困ってるかを当然知ってます、私は。
はい、で自分もやってきた経験があるから作った商品なんです。だから売れる確率はもともとすごく高いということになります。皆さんが困ってるのを知ってるからです。大概自分で皆さん作れない人が多いですからね。作る方いらっしゃいますけど、作れるけど時間がないっていう私のパターンの人もいますし、作品自体は素晴らしいのにお菓子とかパンとか、作品自体は素晴らしいのにご本人にそれを素晴らしいように撮る写真の技術がないと伝わらないということになります。だから伝えるための努力はしなくてはいけないんですね。良い商品サービスを持ってる方は。で、伝わらなければ購入されないということになりますので、その技術が生かされないということになる。ってことは伝えることを頑張らないといけないんですよ。で、その上で自分でできない場合には他者に任せないといけない。他者は誰に任せるの？っていう、まあそういうこう手順になっていくんですけどね。はい、だからこの商品はもともとそういうふうに困ってる先生に向けてもともと作ってる商品なので、ドンピシャの方は、あ、私の商品だと理解すれば必要だ、今必要だということならば購入するって、まあ、そんなプロセスになっています。まあ、まず要はこれが1点目のエピソードになります。で、もう2点目が、1000万円の商品が見積もりなしで売れる理由っていう、まあこれが私の体験談です。実はですね、自宅兼、まあ、事務所になってる、まあ、マンションなんですけど、20年前に購入したマンションですね。まあ、一応名義は主人と私の折半な名義になっているので、まあ、名義上半分半分なんですけど、今回その全面改装をしようと思いましてですね、まあ、一つはその設備がおそらくもう傷んでくると、どっかできっと変えなきゃいけない時期が来るっていうのと、あと、まあ、オンライン化とかリモートワークっていうか、まあ、もともとそれなんですけど、オンライン化とか、まあ、いろんなこう私の仕事環境と状況が変わってきたものに合わせて、間取りも変えたい、不要な部屋の仕切りは取りたいし、広く使いたい、あと、主人の生き方とか、その部屋の過ごし方っていうことで、プライベートと仕事のエリアを分離したいっていうところもあってですね、まあ、あとは彼が定年退職した後の居場所みたいなのも別途作る必要があるかなっていうのもあって、自分がもちろん快適に一番仕事できるように 作りたいっていうのがね、もともとあるんですけど。で、私もともとインテリアコーディネーターなので、自分で図面は引けるんですけれども、人のアイディアって聞きたいんですよ。で、条件だけをすごいね、文章で書いて、何枚だろうな、ワードで多分14枚ぐらい。これは全面改装なんで、全部の部屋と全部の設備、キッチンはこういうものがとか、お風呂はこうでとか、お部屋、居室はこうで、寝室はこうでってバーって書くとそれぐらいになっちゃったんですけど、図面をあえて書かないで文字だけで渡しました。で、それを想像してもらうっていうことで、そうすると私が図面書いちゃうと皆様がその一向に沿った提案しかしてくれなくなっちゃうので、こういうね、機会はめったにないので、人の意見聞きたいみたいな感じで文章だけで書いて、で、3社に見積もりをお願いしてます。もともと、見積もりの名乗りを上げてきていたのが6社ぐらいあったんですけど、そのメールのやり取りでちょっとここ違うかなっていうのを落としていって、まあ、最後3社になって現地調査ってここを見てもらって、で、まあ、それぞれに見積もりをいただいてたんですけれども、まあ、2社見積もりが上がってきて、まあ、最後の3社目ですね、全庁が終わった後のプレゼンテーションっていうことでいらした時にですね、もうすでに提案のレベルの内容が他の2社と違っていたんですね。どう違ってたかっていうと、私の意向要望を一番よく聞いてくれたのがその会社さんだったんです。現地調査の段階で、ここはこういうふうな、どういう使い方をされますかとか、私がどういう生活を望んでいて、どういうことをしたいがために今回のリフォームしたいのかっていうのを一番質問されたのが3社目のとこだったんです。はい、それで当然だからいる時間も長かったです。他の2社が大体2時間ぐらいいたかいないかぐらいの時に3時間半いらっしゃって、細かいところいろいろ寸法を測ったりとかして、
で、まあ、プレゼンテーションの日ということでいらっしゃった時に、あの図面も他の 2社よりももうすごいこう、ね、提案の内容とか図面とパースとあとは設備ととかそういうのもやってることもさることながら、私が一番あここの会社さんいいなっていう好印象を抱いたのは2パターン目をちゃんと作ってきてたっていうことです。大変なんですよ、あの全面改装の2パターン目って何も依頼されないのに作るって。で、私がこれぐらいの予算っていうのをもともと伝えているのがあるので、そこに収めるプランはまあ作ってきてくれてます。まあ間取り大きく変えられなくてちょっと残念な感じ、まあでもちょっとは過ごしやすくなるかなぐらいで、まあ旧大店レベルの図面なんですけど、もう1個目の方はかなり大幅にレイアウトを変えてきて、私があこういう風に住みたいよねみたいな雰囲気のがその図面の中に現れているのが2パターン目のものだったんですね。でこの2パターン目のものっていうのはもう自分は建築もやってたし、これ動かしてこれを壊してこれを配管をいじってって回すと、まあ、元のものよりまあ上がるのは予想がついてたんですよね。上がるだろうな、まあ、確かに予算からねちょっと外れちゃう可能性すごい高いんですけど、要望をね、あのやると こちらかなっていうのをこうだからそれもギリギリまで考えてくれたんですよ。その前日に思いついちゃったっていう間取りだったから見積もりが間に合ってないっていうパターンにっていうのを作ってきてくれたんですね。でそれの説明をまずもう図面見た瞬間にあこっちだなって思ったんですよ。安くてあの見積もり内に収まってる方じゃなくて、はみ出てもいくらなのかよく分かんないけどはみ出てもこっちのレイアウトがいいって私が自分で思いつかなかった組み方してくれたので、しかもそれは私の暮らしぶりにすごく合ってる。でそれをベースに微調整しながら、ここの間取りはこうしてここの扉はこう言って動線これでもいいですとかって言いながら微調整をして打ち合わせをねしていったんですけど、だからその段でまあどれぐらいアップしてるのかよく分かんないけど多分高いだろうなって思いながら、で全部出たら最終的に調整していきますよ。優先順位でどこは譲れるここは譲れないか、私が上乗せで資金を用意するかっていう感じですね。それをどうしようかっていう形、ただ思いは先に伝えないといけないし要望はっていうのをまあねやるのでお話をしてて、だから当然見積もりはそこに出てないです。でもう一個の方の見積もりがざっくりどれぐらいかっていうのは聞いてはいました。収まってるっていう話は聞いてたんで、ただ内容打ち明けは全然見てないです。ですごく打ち合わせしてまたそこで3時間半ぐらいかかって、でまた修正のね見積もりを出してくださるっていうような話がもう終盤でまとまりかけて、今日はもう時間切れっていうところになって、皆さんがねじゃあまた次回っていうところになった時に、そこまでやってくれたっていうことに対しての感謝と、その提案が他から出てこなかったレイアウトだったんですね。だからあまりにもかけ離れすぎてたらどっか予算は削るかもしれないけど、とにかく見積書はないけどこの3社の中で御社に決めますって私が言ったんですよ。もうお願いすることは決めました、ただ中身の詳細はこれから打ち合わせさせてくださいっていうことでお伝えしたっていう経緯なんですね。すっごい意外そうな顔されました。所長さん来てたんだけどね所長さんその営業所の所長さんなんだけど、えって感じで、えうちでいいんですか、えつうかに見積もりまで出してませんみたいな、そこにあるんですよ。古い方のパターン1っていうのは見積もりそこにあって値段も私見てないんですけど、でもまあ他の2社がこれぐらいだからっていう予算内に収めてきたっていうのを聞いてたんで、まあこれぐらいなんだろうなって心の中で思いながら、で見てないのに御社に決めましたって言ったことがすごい意外そうな、とか言って言われて、いいんですかうちでみたいな感じで、いや頑張りますみたいな、もうすごいこう3人担当者が3人来てて、工事担当の男性と女性のコーディネーターとその所長さんで、まあ3人っていうのもあれだったかもしれませんけどね。でコーディネーターの方も結構私の意向とかをよく汲み取ってくれて、私がインテリアコーディネーターだったっていうのもまあ知ってる状態でのおそらく提案だったと思うんですけど、
高橋様だったらきっとこういう感じがお好きかなと思ってって、一生懸命考えてくれて、一生懸命調べてくれたんだな。見本品も持ってきてくださった量が一番多かったところです。3人で荷物手分けして、フローリング材とかなんだかもうすごいいっぱい持ってきて、いやこれ大変だっただろうな。自分がインテリアコーディネーターをやって見本品持ち歩いてたから知ってるんですけど、でね、その打ち合わせしながらその場でもどんどん間取りが変わっていって、でこう私はこうしたいんだけどな、じゃあこういうふうにしましょうっていう、その提案の速度と応用と、あとこれ上がるとどれぐらい上がりそうですかとかっていうざっくりな感じをすぐに計算して出していく、所長がいるからなのかもしれないですけどね、そういうフットワークの軽さと提案力が気に入ったので、他のところでそれ以上また値段の交渉して打ち合わせをして最終的に決めるっていう手間がもったいないなと思って、もうここに決めようって思ったので、見積もり見てないけど御社と契約しますっていうことで私言ったんですよ。契約最後の交わしてないでしょ、詳細は。だけど詳細はこれから詰めるけど、工事をお任せするのは御社に決めましたって伝えたんです。これだから見積もりなしで売れてますよ、1000万円近く、おそらく。はい、多分それぐらいになるだろうと私は踏んでるんですけどね、また資金調達しなくちゃって思ってるんですけど、それよりもうちょい低い金額用意してたんですけど、もうちょっと上乗せで頑張って仕事するかって心の中で思いながらですね、準備をするわけなんですけれども、なんで、これもさっきの50万円の商品が売れる理由と全く一緒です。信頼したからです。はい、見てないのに決められるっていうのは、で信頼したっていうのはそのやってきたプロセスが見えたからっていうことですね。そこまで私のことをすごい一生懸命考えてくれて、パターン1だけでいいはずなんですよ、予算内に収まってるし。ただ図面見てときめかなかったんです。そのもう2つの2社の図面にもときめかなかったんです。だからもしかしてこれはリフォームしない方がいいのかな、どうしようかな、やめとくかとか、いろいろねちょっとね考え始めて、やりたいんだけどどうしようかなっていうので考えてて、でそのパターン2の図面が私の中でドンピシャだったんですよ。あ、これだとか思って、だから料金は高くなるのは知ってたんだけど、そっちっていうことは、これはよくある話で、その高い安いっていうのはその人にとっての価値で、そのまたね十何年とか過ごすかもしれないっていう時に、その値段の高さっていうのは価値としてどれぐらいのものなのかっていうのを判断するのお客様なんですよね。だから手間を惜しまず、その方たちとかが望む暮らしをどうやったら実現できるかっていうのを真摯に考えて、それを提案するっていうのがやっぱり提案営業の極意ですよね。だから家のプランニングとかまさにその状態で、特に今回は建売住宅を買うわけではないので、もう一回全部スケルトンにして真っさらにしちゃって、もう配管の問題まで調べてもらってる最中なんですけどね、マンションから配管図取り寄せてやるとかっつって言ってましたけど、床を上げたりとかすればできなく、1階なんでうちは床を上げたりすればできなくはないみたいな感じで、最悪そこの話とか、床を上げる時には見切りの取り合いどうするのかとか、そういうこうちょっと 専門的な話も含めつつ、ここのところはふかしがどうたらとかね、上げ底がどうたらとか、そういうパイプスペースがあるんでここは配管ダクトはこっちに逃げてとか、なるほどとかね、そういう感じで話とか聞いてたんですけど、でも生活が一気にこういうふうになるんだっていうのがバッと見えたのがその図面だったんですね。建築やってる人はおそらく分かると思うんですけど、ある程度平面図を見て立体が立ち上がるので、平面図からパースはすごくもちろん分かりやすいんですよ。分かりやすいけど、平面図を見るとだいたい物の高さとか建具がどうとか、どういう建具がどうっていう感じだから、頭の中で 3D に立ち上がっていくんですよね、平面図見ただけで。それで自分がそこの中をウォークスルー、歩くとどうなるかっていう絵が見える感じになるので、これいいなっていうふうに思ったんですよね。動線的にもいいし、収納も一時期すごい結構大空間を作るつもりだったんで、かなり収納減っちゃったんだけど、こことここにこういうふうにやればって、それでいけそうとかっていうので、絵がねどんどん立ち上がるのが見えていったって
そんな感じだったんですよ。だから、ここでじゃ何がポイントになるのかっていうと、まず見積もり段階での質問です。私にその会社さんね、その会社さんの人たちが、要望を満たすためのプランを作るために聞かないと作れないんですよ。で、質問が一番多かったから当然だけど近いプランが出来上がってきてるっていうことがその1です。で、その2は予算が高くなるかもしれないけれども望む生活をやるためにっていうことの1と2を両方作ってきたっていうところですね。はい。で、さらにその2に対して私が次々に要望を言うと、こういうふうにできる、ああいうふうにできるっていうのを即答で返してくれる、そのプランニング力の高さに対して信頼を私が得たので契約しようって決めたっていう、こういうプロセスです。目に見えないものを販売する場合にはですね、このプロセスが絶対必要で、信じてもらわないと変われないのがまず1点と、もう1点は先にその皆さんの方ですよ、教室の先生の方側がその生徒さんないしお客様にどれだけこうお金をいただかないとこれを教えないとかじゃない手前を与えて、それに感謝してもらうことができるかどうかっていうのがポイントになります。これが信頼関係のところになるので、その与えられるポイントが多いとなんかちょっと悪いなっていう気にもなるから、まあそれでもシビアな人はお金優先って言ったら一番安いとこ決める可能性はあります。ただ私は3社さんにそれぞれ言っていたのはお金は重視しますと。だけれどもそれよりも生活とこれから状況がどう変わっていくかっていうことの方を重視したいので、プランニングの方を重視しますっていうのを最初からお伝えしているので、価格競争じゃないっていうことをもともとお伝えしています。もちろん最終契約の前にはそれなりにはここは弾いていいな、弾いていいなっていうところは弾きますけど、無駄になんか意味不明な、じゃあ1000万なら100万負けてくれとか50万負けてくれとかいう意味不明な値引きはしないです。自分がそれね、やられる立場だった時にものすごい工事の方のモチベーション下がりますからね、それやると。だから工事人の人、会社の人、利益を残して気持ちよく仕事をしてもらえるギリギリのところですね。そこを多分多少お願いっていうことは言うと思うんですけど、内容自体のやっぱプランニングが良ければ、そこは正当なものとして当然対価としてお支払いをして、気持ちよく仕事やってもらった方がいいので、値切る施主さんって本当にね、現場のモチベーション下がるんですよ。ここはってそういう人に限ってクレームが多いから、かえってね、いいものができないです。だってアイデア出そうと思わないですよ、そういう人に対して。いちいちだって言ったことにケチはつける、文句は言う、ねぎってくるって分かってるんだったら、もう粛々とその人が言った通りにとりあえずやっときゃいいよねっていうことでアイディアが出ない現場になっちゃうので、もうこれはね、如実に出ます。はい。だから施主さんとしてもいい施主さんである方がより快適な自分の暮らしを手に入れることができるのがリフォームになります。まあ余談なんですけどね、だからなんかよく悩み事とかのあれで、教室業と自宅教室業のところでのね、間取りとか、なんかそういう取り合いですかね、そういうところで、私がインテリアコーディネーターをしてて、かつコンサルタントっていうことだから、そこも一緒にコンサルをしてくれて、建築会社の人の第三者オブザーバーみたいな目で入ってもらいたいみたいなことを言われたことありますけどね。ちょっと建築会社的には嫌と思うので、はい、私がね、途中ちょっとつなぐぐらいはいいのかなっていうレベルでは考えたことありますけど、まあ余談ですけど、そんなことを依頼されたこともあるっていうことです。はい。だからまあそういうのもね、困ってる先生もいるんだろうなって思って、まあ今回そういう経験をね、したのも踏まえて、まあ、皆さんにお伝えしているわけです。はい。で、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まとめます。2つのエピソード。50万円の商品が5秒で売れる理由と、1000万円の商品が見積もりなしで売れる理由の共通点は、まず信頼がそこにあるかないかっていうことが1つ目です。2つ目は無償の愛というかですね、無償の与えるそのノウハウ、知識、気持ち、思いとか、そういうものがあるかどうかっていうところ、
そうすると相手の方は悪いなと思う部分の気持ち、真っ当な人だったらですね、思う人だったらそこに至ることができるので、そういったこちらからのね、気持ちがあるかどうか。3つ目はその人のことを知りたいと思う質問力です。これがないと相手を知ることができないので、要は相手に興味を持つところから始まるっていうことをよく理解して、サービスの場合には価格とバランス、価値のバランスはお客様が決めるものなので、こちらができることはそれに対しての盛ったプレゼンテーションじゃなく、正当にその人が欲しいと思える理由をきちんと伝えるっていうことが重要になりますので、そんな観点からサービスを考えてみてください。それでは。